出てる遠藤が縦につけてカルドーゾ、カルドーゾから右のマセ、中には鎌田が走る、遠藤を受けて左足を巻いてくるシュート、これはうまい、スーパーゴール。ボールをね、はい、これちょっと出すんです。そうするともうシュートのイメージですよね。ってなるともう相手がちょっと足出しても届かないところなんで、トラップの位置ってことですか。はい、これもいつもは足元止めてちょっと動かしてシュートを打つんですけど、もうそのなかったんだと思いますよ。まあ、つまりこうボールをもらう前からある程度シュートを考えながら、はい、もう考えてると思います。それでディフェンスのことを考えて、じゃあ足届かないな、じゃあシュートだ、これ届くならパス変えれるんで、このうまさですよ。